はい、どうも皆さんこんにちは、渡辺です。美咲です。はい、よろしくお願いします。お願いします。今日もじゃあ美咲の部屋ということで、また美咲さんにアレンジをやってもらいました。はい、今日は、秋におすすめロングワンピースに合うハーフアップアレンジをやってみました。はい、で、今日のポイントが、まあ、失敗、ちょっと後ろ向きましょうか、はい、失敗しない、まあ、くるりんぱの方法のアレンジ、やっぱりこう綺麗にできないっていう方結構多いかなと思うんで、この方法だったら簡単にできて絶対に失敗しない方法になってます。あと顔周りのこの奥襟の髪の毛の部分なんですけど、これコテで巻くというのが結構難しいかなと思うんで、今回それを簡単な方法でやってみましたので、よかったら自分でセルフアレンジでこの方法でやってみてください。 OK、 はい、はい、じゃあ振りをお願いします。それでは動画スタート。まずシアオイルからつけていきます。全体的に髪の毛がまとまるぐらいまでしっかりとつけていきます。頭頂部から後ろの部分の髪の毛を取り分けます。だいたい後頭部より少し下あたりの部分まで髪の毛を取り分けます。後頭部の下あたりでゴムを結んでいきます。顔周りの髪の毛を1センチ束で下ろしていきます。サイドの髪の毛は耳後ろで分け取ってまとめておきます。両サイドの髪の毛を後ろでまとめていきます。ゴムの上でサイドの髪の毛を結んでいきます。空洞が空いているので、そこにゴムを通してくるりんぱをやっていきます。ゴムの部分を持ちながらくるりんぱ部分をだいたい2箇所広げていきます。下の結んだ髪の毛を少し取り分けて、上の毛束と合わせてヘアクセをゴムを隠すように留めていきます。顔周りの髪の毛をコテに巻きつけていきます。だいたい2回転ぐらい巻きつけて外すと自然なカールが出てきます。はい、こんな感じで仕上がりました。失敗しないくるりんぱアレンジになってます。よかったら参考にしてみてください。